のスポンサーの提供でお送りします。皆さんこんにちは。 MSTV アシスタントの高梨レイラです。今回小鳥ちゃんが試乗してきたのはこちら、メルセデスベンツの S500 4MATIC long、 こちらの車に試乗してきました。 S クラスといえばメルセデスベンツのフラッグシップモデル、そしてね、高級セダン。高級セダン以前に私セダンタイプの車ってほとんど乗ったことがないんですよね。だいたいなんかやっぱり SUV だったりスポーツカー系が多かったんですけど、今回まあちょっと S クラスを試乗してみて、でお隣に2型前の2006年モデルの S クラス S550 ロングがありまして、ただこちらも一緒には乗ったんですけど、まあ、今回比較というよりはちょっと参考程度にオーナーさんがね、今回の撮影に付き合っていただいたので少しだけ試乗させていただいたんですが、まあ、メインはこちらの S500 4MATICロングを喋っていきたいと思います。といっても先ほど言ったようにセダンタイプの車自体ほとんど乗ったことがないので、何かとの比較とかいうよりは今回乗ってみてどんな風に感じたのか、どういうところがすごいと思ったのかっていうところを主に喋っていきたいと思います。まず最初にこちら試乗した時の、試乗シーンがあるので、そちらの方をどうぞ。はい、ということで今回 S500 4MATICロング乗っていきます。私の感じだとね、ウィンカーだと思いがちなんですけど、ここでドライブシフトにチェンジしてスタートしていきますが、この発進がねとにかく滑らかなんですよ。なんかね、道路を走ってるというより道路を滑っていくような、こうねスーッとスーッと進んでいくんですよね。でアクセルもペダルがねすごくなんか優しい感じ、重たくないんですよね。で馬力がこう400馬力以上あるのに対し、その感じをねなんか感じさせない。だけどその馬力の強さはやっぱりこの乗り心地とかそういうところに寄与してると思うので、発進でハイパワーっていう感じではないんですけれど、乗っててねすごく快適今回撮影する前に高速道路とかも走ってきたんですけど、もうね継ぎ目とか一切感じさせないですよ。そう、あとねこの信号とかで止まった時にブレーキをちょっと強めに踏むと、ここにホールドマークが出るんですけど、このホールドマークが出てる間はブレーキを踏んでもロックがかかってるのでクリープ現象で進むこともないんですよ。で最近ちょっと他の車とかにもこう高級車に増えてきたんですけど、結構これ楽ですよね。まあ、あんまり車だけにね頼って過信するのは良くないんですけど、ただこれがあるとうっかりちょっと出ちゃったとかいうのがないので、これはね普通に国産車とか大衆車とかにもどんどん搭載されてほしいなとは思います。はい、ということで今こちら首都高に乗りましたが、前にですね丸山さんが5台目の S クラスに乗ってるので、今それをねアダプティブクルーズコントロールで追いかけてるんですけど、これがねまためちゃくちゃ快適ですよ。安全運転支援が今まあすごい充実してるんですけど、この車本当にね疲れさせない多分長く乗っても遠くに行ってもこの支援システムがあれば疲れることなく走れると思います。ただ丸山さんも言ってたんですけど、完全に頼らせないのが多分メルセデスの考え方なのか、最終的にはやっぱりちゃんと運転者ドライバーが危険予知を常にしつつ走るっていうのが大前提にあるところが、任せすぎなくていいなと思いました。逆にね支援が強すぎるとドライバーってやっぱりなんだろう、自分でこう見ることを走ること操作することを多分放棄してしまうと思うんですけど、そうさせすぎないところが逆にいいなって。レーンキープとかももちろんちゃんとしてくれますし、追従自動追従で一定間隔で走るっていうのも、あとは、首都高とかだとやっぱり曲がりくねった道がね本当多いので、それこそ今ちょうどあるわこここういうところとかもステアリング操作とかも、まあ、握ってはいなきゃいけないんですけど、こうやってほとんどドライバーが切ることなく走ってくれますし、前が詰まればショックを与えずにブレーキでこういう風に減速させてくれるんですけど、どこかやっぱりドライバーがしっかり見ててねっていうところはありますね。それでもね、やっぱり関西とか鈴鹿の方とかまで行く時とか全部ハイエースをね自力で運転するのはまあやっぱ疲れますよ。それをね、こういう支援機能がまあどんどん復旧していって、さっきのホールドと同じですけど、まあ幅広くいろんな車に搭載されたらもっとドライバーにとって優しいなんかこう自動車世界が広がっていくんじゃないかなと思います。あとね、今あんまりスピード出せないんですけど、普通に首都高をね車速車の流れに乗って走るとですね、それなりにやっぱりギャップがあると思うんです。結構普通に継ぎ目とかがあるんですけど、それをほとんど感じさせないです、この車は。タタンタタンっていうのが多分高速走ってると定期的にね道路の継ぎ目が出てくるんですけど、タタンタタンって言わないんですよ。スー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 みたいなこれねほんとねすごいS クラスすごいなって。で、今ドライバーとして乗ってますけど、これは本当に助手席だったり後ろの席に乗ってる人であってもすごく快適に感じれると思うので、後ろに乗って誰かが運転してくれたらもう何も文句は出ないどこまででも連れてってくださいって、そんな気分にさせてくれます。はい、こんな感じで乗ってきました。やっぱね、今試乗シーンでも言ってたんですけど、一番驚いたのはこの静粛性。乗ってる時に車に乗ってるっていう感じをねこう感じさせない。でもちろん車なので道路の上を走ってるんですけど、走ってるというよりはもうね、なんだろう、走行が滑らかすぎて道路の上をこう滑っているような、なんかね滑りながら進んでるような、そんな感覚を思わせてくれました。でまあ、走ってればねもちろんギャップとか道路にはあるんですけど、それがねほとんどないんですよね。段差があっても高速道路の道路と道路のつなぎ目とか、あとは段差をこう乗り上げてもガコンっていう、よく車で片輪だけね段差に乗せたりとかしてもそのガコンっていうのがねほとんどない。あれ今段差乗ったよねっていうぐらいにすごいね、サスペンションの作りが、これは現代の技術の結晶なのかな。もうねとにかくそれが素晴らしかったです。で、静粛性といえば今回メルセデス・ベンツで初めて採用されたというこちらの、格納型のドアハンドル、今まではねあちらにある、S550、まあ、2型前になるんですけど、全モデルまでは普通にドアハンドルがあるタイプの S クラス S モデルだったんですけど、まあ、今回こういう風に格納型になり、より静粛性、遮音性が上がったということで。ただね、私このタイプあんまり慣れなくて1回触って2秒ほど軽くタッチするとこんな風に出てきます。で、まあ、引いてで走り出すとこう格納されるので、この出っ張りがない分また空力性能が上がってますね。でもちろんこれで出てこなかった場合、ドアノブが出てこないと閉じ込められちゃうので、何か事故があった場合とかは自動的に車が感知して出るようにはなってるそうです。じゃあちょっとせっかくなんで中の方を乗り込んでみましょう。あ、そういえばこれフロントというか、今回ねセンサーとカメラの数が本当にすごいですよ。もう至る所にセンサーがね車全体に散りばめられてます。なので駐車とかするともうモードを切り替えた瞬間にもう360もう全ての方位のカメラをこうジャーンって出してくれるので、うっかり歩行者が来たりとか、それこそこう背の低いお子さんとかが歩いたとしてもしっかり車が感知してくれるので、人間の目で見るよりねよっぽど安全だと思います。じゃあってことで車内の方にじゃーん。まずね乗る時に思うのはこのフルレザーシート、全体が後部座席も含めて全てフルレザーというね上質感のある高級感のあるシートになってます。はい、よいしょっと。今回ですね、もちろん体感はしてないんですけど、世界初のエアバッグが搭載されたみたいで、後部座席にも前の前席のシートを損なうことなく、エアバッグが搭載されたみたいで、まあさすがにこればっかりはね、体感することができないのであれですけど、普通に、なんだろう、今まであるシートと遜色ないですよね。ですが、後ろの方にもちゃんと安全性を高めている作りとなっております。後ろも高級感ありますよね。さっき後ろにも乗ったんですけど、私はね、この車正直、助手席か後ろでくつろいで乗りたい派なんですけど、まあ、今回ね、運転もさせてもらったので、まあ、そこでちょっと運転席の方もちょっと紹介していきたいと思います。まずちょっとエンジン。エンジンはここのブレーキ踏んだ状態でエンジンスタートとなってます。で、キーはね、こちらのスマートキーになってるので、まあ、ドライバーの方が普通にポッケに入れたりとか、こちらのセンターコンソールに入れておけばエンジンがかかります。で、逆にキーが離れてれば、キーが近くにありません。感知しませんっていう反応がここのエンジンを押すときに出てきます。まあ、エンジンの始動はこんな感じで結構ほんと静かですよね。EV のようというとまたちょっと違うんですけれど、エンジンが一応直6ターボチャージャーエンジンなので、ただ本当に始動は静かで上質感のある、なんだろうな、激しい走りではなく、いかに上質に走るかっていうのがやっぱりこの車のコンセプトとしてあるんじゃないかなと思います。で、メーター類は、これね結構切り替えができるんですけど、今回オプションで 3D コックピットディスプレイが今回こちらの車には搭載されております。こんな感じ、動画で伝わるかな。 3D、 手前にメーターがあって奥にナビゲーションがあるんですけど、この 3D な感じがね、またこれまた本当にね、新しいなって思いましたね。で、さっき、まあ、いくつかあったんですけど、スポーティーな、なんかレーシーな、これが特に奥行き感すごいですよね。動画だと伝わりにくいかな。これはね、実際に人の目で見るとかなりで、ちなみにこのスポーティーの時にあるのが、この回転数が上がった時が、この内側のね、回転数が上がれば上がるほど、この光がちょっとね、作りが今までのメルセデスっぽくないはい、あとはそして今回乗ってみて一番インパクトあるのは、こちらの 12.8 インチのディスプレイ、センターコンソールのこのディスプレイですよね。今までやっぱりナビっていうと本当にこの辺ので、それこそこのぐらいの大きさでさえも大きいのに、それがここについてるのが今までの一般的なナビゲーションだったと思うんですけど、まあ、今回こちらのディスプレイでかなりいろいろな機能があるんですけど、そちらの機能のほとんどは以前私たちが乗った、GLC の方にも結構同じものが搭載されてたんで、そちらの動画で、ね、結構いろいろ詳しく解説してるんで、ぜひそちらをご覧ください。あ、ちなみにいつもの丸山さんが前回気に入ってたマッサージとかも、こちらのコンフォートのリラクゼーションメニューであったりとか、あとはシート、アンビエンスライトがね、ただ今回すごく良くなってるということで、全モデルのアンビエンスライトが、LED の数がね40個だったのに対して、今回は、スタンダードの S500 で247個。そして今回我々が乗ってるロングタイプですと263個と、全モデルの10倍の明るさがあるそうなんで、ちょっとこちらをね、夜の時に撮影した、今多分インサートで出てると思うんですけど、すごい上質感のある。あとは、このドアのところと、あとセンターのこの部分が全部繋がってるので、すごいね、一体感があるんですよね。ここがね、私的に夜乗った時にね、すごいなんか癒されるんですよ。夜の夜景を見ながら、このアンビエンスライト。で、このカラーも、20段階あって、なんと64色から選ぶことができるんですよ。単色でやることもできますし、グラデーション付きのマルチカラーとかもできるので、ここはね結構運転手も楽しめるんですけど、一緒に乗ってる方、特に助手席とかに乗ってる方も、楽しめるんじゃないかなと思います。じゃあ最後にちょっとまとめでいきたいと思うので、外でまた降りて喋ってみたいと思います。はい、ということで、今回小鳥ちゃんが乗ってみて、気に入ったポイント、驚いたポイントを紹介させていただいたんですが、まだね正直たくさんの機能があるんですけど、ちょっと全ては紹介しきれないので、まあその中からいくつか抜粋して、紹介させてもらいました。あと他にさっきね運転席で伝え忘れたんですけど、まあ最近の車に多い、ヘッドアップディスプレイとかもすごい情報量がね多くて、逆に多すぎて地面が、道路が見にくいんじゃないかっていうのもあるんですけど、ただやっぱりねメーターとか見るときに視線を落とさないで先を見ながら欲しい情報、ナビゲーションだったり現在の速度だったり、あとは今走ってる道路の、速度制限とかそういうのを見たりして走れるのはね本当にやっぱ今の車素晴らしいなと思いました。あとは、今回ハイブリッドというような表記はしてないんですけど、発進時に、電気の動力補助で、力強い加速ができるので、発進時にちょっと電気の発進が加わってるそうで、より滑らかで力強い加速がこちらの S500 はできるようになってます。まあ、今回乗ってみて思ったのは、高級セダンってどんな人が乗るのかなって思ってみたところ、まず私のようなね20代の女の子は乗れないと思います。乗れたとしても、やっぱり助手席だったりというかね、運転もね楽しいんだけど、この車だったらね横に乗りたい横に乗ってね、なんかこうお姫様気分というかお嬢様気分を味わいたいですね。だからそれこそやっぱり旦那さんだったり彼氏さんが乗ってたら最高に素晴らしいです。ただでも S クラスっていうと、なんか社長とか会長さんが乗るイメージではあるんですけど、でもそんな高級感を世のお父さんが持ってたらもう奥さんとしてはすごい幸せですよね。ということで今回小鳥ちゃんの試乗インプレは車のニュースメディアバーグの方にも掲載されているので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。それでは皆さん、今日のところはこの辺でさよなら。